皆様ようこそお越しくださいました。ゼンキと申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売されておりますフィギュアライズスタンダードウルトラマンスーツバージョン 7.5 アクションになります。前回同時続き発売のウルトラマンの方をご紹介させていただきましたが、そちらの動画の中でもちょろっと話しました。作って本当にいいキットだったのでセブンも欲しいなと思って、あの後いそいそと近所のプラモ屋さんに行ったら1個だけ残ってたのでもう速攻で買ってまいりました。で早速パッケージ正面はこんな感じで、いやかっこいいですよね。この刀を持ったポーズがバシッと決まってます。スペシウムソードでしたかね、名称は。で手前はこんな感じで、ウルトラマンスーツバージョン 7.5。 前回のウルトラマンの時にお話しましたが、今回のキットはすでに発売済みのものと違って LED による発光ギミックがなくなった分だけ、そのスペースを用いて首とか胴体周りが稼働が良くなっているというキットになります。いやこのダイナミックなアクションポーズたまらんすよね。でオリジナル武器のアイスラッガー、まあ、特撮のセブンご存知の方というか、それを見ている者からすると、アイスラッガー頭のてっぺんちゃうんかいっていうふうについつい思ってしまうんですよね。共感いただけますでしょうか。で、反対側がこんな感じで。ウルトラマンスーツバージョン 7.5 とは何ぞやという説明と、同時続き発売のウルトラマンと、ディスプレイ連結できるんですよね。連結ジョイントもついてましたので、こうやって並べて飾ることもできます。対象年齢15歳以上。まあそうですよね。アニメのウルトラマンもうご覧になった方いらっしゃいますか。地上波でもやってますけれども、結構グロいシーンがあるでお子様はちょっと注意が必要かもしれないですよね。でいそいそと箱を開けまして、またランダムパーツの方をご紹介してまいります。まずは一袋目がこちら、銀色のソードの鞘とかソード本体、あとここにアイスラッガーですね。これは頭部ですね。あとシールが2種類キラッとしたものとちっちゃいシールが付いてます。で、二袋目がこちら。クリアパーツと、あとは胴体のパーツですね。あ、でもこれ、多分これは繋がってるパーツなので、LED の発光ギミックがあった時のランナーパーツですが、多分これ今回使わない方ですね、きっと。そして三袋目が、まあこれ関節周りのパーツですかね。多分膝とか腕のあたりだと思います。四袋目が、これが多分今回の新規のウエストの部分とか分割されているので稼働が良くなったパーツですね。銀シルバーと濃い赤。で、5袋目が、これすねの部分とか、もう一本のアイスラッガーですね。そしてラスト6袋目が、ハンドパーツとか、透明な台座の部分ですね。そして最後、取説、作り方の説明書がこちら。パッケージだと多分このぐらいで切れてたんで、その下が見えるってのはいいですね。この剣構えてるシーンとかかっこいいんですよね。地上波の方ではまだ登場してないですね。で、中身ですけども、これも横に長くて、まず内側のモノクロのページの方から。まずはパーツリスト。まあ、ちょこちょこ、まあ、それは使わないパーツがあるのは当然って感じですよね。ウエスト周りが稼働しなかった時のランナーパーツも共通で使われているので。で、ここから頭部。そして、ボディ。ここですよね。大きい2の丸のすぐ横にある G2 の1と、その下にある G2 の2っていう、このジョイントが新技術ですね。稼働を良くするためのボールジョイントの軸なんですけども、軸が前後にずれてついているというものになります。そして、ボディ部分を作ったら、右腕、左腕。で、右足、左足。で、内側のカラーページの方に行きまして、ウエストを作って、全部接続して、ウルトラマンスーツバージョン 7.5 の完成。ウルトラマンに比べる、この足回りとか赤みが多いところがこの特徴なんですよね。そして、ウェポン、武器、スペシウムソード。ちゃんと抜刀できるのかっこいいですよね。よくこのポーズ、潜在画像で見ました。で、こちらに行って、アイスラッガー。連結させて1本の刀にもできる。ハンドパーツは2種類で、台座を組み立ててここに立たせましょうというふうになっております。で、最後のページがウルトラマンスーツバージョン 7.5 の説明とアイスラッガーの説明、そしてマーキングのガイド。まあ小さいシールが多かったんですね、ウルトラマンも。まあセブンも差もありなんていうところでしょうか。で、これは綺麗に墨入れしてるんですよね。前回のウルトラマンもそうでしたけども、地味にこの墨入れ作業大変なんですよね。箇所が多いので。まあそうは言っても、それをするだけでだいぶ雰囲気変わりますし、とりあえず私みたいなおっさんでも墨入れぐらいはまあなんとか
まあ、見せるレベルのものができると思ってはいますので、今回も普通に切っとくんで墨入れだけして、まあ、塗装はせずにというかできずにまた作っていこうかなというふうに思っております。では早速作成して完成した状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたがいかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。まず左手の方から台座ですね、まあ、前回もご紹介しました同日付発売のウルトラマンについてたものと同じ、まあ、なんだったらあのソードアートオンラインのアスナとかあれについてたフィギュアライズスタンダードでおなじみの台座ですね。中の方には大きい穴と小さい穴、大きい方がこの軸を指すものですね。軸については 1,2,3 箇所の可動で、私が苦手な八角形45度ずつの角度の変更ができるようになってます。でこちらがそれについてました補助用の軸ですね。小さいもので一応の 3mm ピンと 3mm の穴が開いているもの、これが4個で、こちらがちょっと大きい L 字のものですね、まあ、これも同じく 3mm のピンと軸穴が開いております。でこちらがちょっと大きめなもの、形状ほぼ似てます。でこちらが、まあ、今回、まあ、前回のウルトラマンもそうなんですけど本体に 3mm の穴がないので、で腰の後ろにある四角い穴にこのジョイントを差し込んで、ここの 3mm の穴でスタンドに固定するというものになります。まあやっぱりこれ本体にこのでっかい四角い穴が残っちゃうぐらいだったら 3mm の穴じゃいけなかったのかなっていうふうにはやっぱり思いますよね。続きまして今ウルトラマン本体についてるのが武器持ち手も兼ねた真ん中に穴の開いた握り手で、こちらが交換用の開き手左右一対ですね。ウルトラマンの時と違って特に手のひらに何も固定する設定ではないので内側に特に穴は開いておりません。でこの3箇所の黒いところは私ので墨入れしましたが、ここの小さいのはシールですね。今回もシール小さいですけども左右にたくさん付いてました。左右の開き手一対で、これが主武装とも言うべきスペシウムソード、これちょびちょびとちょっと墨入れだけさせていただきましたが全体のデザインこんな感じで、でちゃんと抜刀もできます。で刀の方も刀身の方もこの黒い点々点みたいなところは一応墨色させていただきました。やはりウルトラマンのこのセブンスーツといったらこの抜刀シーンとか刀持ってる姿ですよね。で一応こちらの方も一箇所だけこの根元の下の方に見えますかね、ここに一個だけシールが貼ってあります。でこちらなんですけれども先ほど抜刀の状態でご覧いただきましたが、あの時左手は特にこの鞘を持っているわけではなくて、実はこの鞘のこの根元の、まあ、ジョイントの部分ですね、ここのピンのところを腰横に刺してこんな感じで対等してるんですけれども、根元はピンなんですけども、この鞘が収まっている側、こちらはボールジョイントなのでこの軸を使ってこう前側に持っていってこんな風に。
この角度で固定して左手は添えるだけでした。ここの軸の可動とかこの鞘のホールドが非常に良好なので、いろんな角度でピタッと止まるので、まあバットの時はこう前側に添えとくだけで自然に手で持ってるようになりますし、後ろの方にこんな感じでやっておけば躍動的なシーンで動きに合わせてこう鞘の部分を後ろに向いているなんてこともできるようになってます。このジョイントいいですよね。自由な角度で鞘を固定することができます。スペシウムソードがこんな感じで、こちらがオリジナル武器のアイスラッガー。まあアイスラッガーって言うと、まあこういった武器じゃないのを想像する世代ではあるんですけれども、左右それぞれ両手持ちの剣ですね。形状はアイスラッガーらしくないですかね。で、左右両手持ちの状態もできますし、真ん中に1個このパーツをかますことで、これパチッとはまって気持ちいいんですよね。両側に差し込んで、こんな大きなブレードにすることもできます。まあ、パッケージとかこれ片手で持ってましたけども、両手に持たせてもいいと思います。これも若干だけ数ミリさせていただきました。そして、トリセツの方に特に名称はなかったんですけれども、公式サイトの商品ページの方に書かれた名前で言いますと、ナイフ。まあむしろ昭和世代の成分を知ってる人間からすると、これの方がアイスラッガーじゃないんかいと思うんですよね。で、今持ってるところにピンがあって、でピンがあるんですけども、手に持たすわけじゃなくて、手に持たすがむしろこの状態で握り手に差し込む感じですね。で、これは先ほどもご覧いただきましたように、台座とか軸を使って、投げてるとき、投擲してるときに台座にこんな風につけて、飛んでってる最中の、今アイスラッガーって言いそうになりましたけども、こういった飛んでる状態で保持することができるようにピンがついてますが、1個ずつですね。で、ウルトラマンスーツバージョン 7.5 がこちらになります。これもかっこいいですよね。LED が組み込まれてた時のキットのように、まあ、ツルツルテッカーな、フィニッシュ加工とかされてはないんですけれども、やっぱり光沢感は十分だと思います。むしろこういった鈍い感じの方が、重厚感あって良くないですかね。で、こちらのウルトラマン全巻のものですね、と違って、目のところがこうバイザー的なクリアパーツになっているので、あんまりこの光ってないって言われてもクリア感があって、特に違和感ないんですよね。額の真ん中のこの緑のところはシールですね。まあ、あとは細かいシールたくさんありましたけども、かっこいいですよね、やっぱりセブンも。ウルトラマンに比べると全体的にこの足回りとか赤みが多いので、そういった特徴も綺麗に再現されております。で、お湯の方から順番に可動も含めてご紹介してまいります。まずは頭部。先ほども言いましたけど、このバイザー的なところはクリアパーツです。ただこれウルトラマンに比べると、じゃあ頭部の動き、一応LED 組み込まなくなって良くなったとは言うものの、首だけの動きはそうでもないんですよね。前後に動いて、このぐらい。左右なんて、ほぼほぼ動いてないぐらいです。まあ一応ぐるっと横向けることはできます。ただ、この首自体が動きの部分を補完してくれるので、それを使えば下を向けてみたり、上を向けることができます。まあ頭部の動きはそんなに大きくないですけども、個人的にこのセブンの方はあんまりその躍動的な動きというよりも刀構えて一撃で葬るみたいな印象があるので、まあこのぐらいでいいのかなっていう気もします。そして肩。まあ腕ですね。で、肩についてはこの横から見た時のシルエットが最高にかっこいいんですよね。この肩アーマー的なもの、まあ実際は違うと思うんですけど、肩の部分からこの腕にかけてのこのシルバーの部分、ちゃんとここ中開けてみても、ここの噛み合わせとかがあって、ぴったり合わせると本当にこれちゃんと分離してなくて連なってるようなデザインになってるんです。これすごくいいなと思いましたね。で、まあ可動につきましても、肩全体、根元、今これシルバーの肩ベルトみたいなのありますけど、この下の赤い部分、ここの部分で前側に引き出すことができます。で、肩のアームを上に上げることによって、干渉を避けつつ、腕も大きく上げることができます。で、ロールですけども、ここの軸でロールします。このシルバーの部分が上を追いかぶさってて、しかもこの腕自体が円形ではなくて楕円に近いので、これ一周回らんかなと思ったんですけども、実はこの部分がぐるぐる回りつつ、ちゃんとこの干渉を避けて、一周するんですよね。よくここ考えて計算されてるなってちょっと感心してしまいました。で、肘ですけども、関節は1個ですけども、まあこれまっすぐな状態から、まあちょうど90度くらいですかね。まあ十分な角度だと思います。で、手首についてはボールジョイントなのでぐるぐるも回りますし、少し角度も変わります。そして今回のキットの醍醐味とも言える、この胸部、腹部周りの可動ですね。前回のウルトラマンの時にもご紹介しましたが、横から見た時の上側のボールジョイントがこんな形状しております。体をかがめる時には、左上の方、前側のボールジョイントの方が動いてより前に曲がりやすく、
反らすときには右下の方、この後ろ側のボールジョイント部分が稼働してより反らしやすくなるというふうな構造になっています。ただこれウルトラマンと同じく、まあそうは言いましても、こういったウルトラマンスーツ的なものは結構パーツが密着しているので、前側に曲げても、よいしょ、あんまりやると取れちゃうんですけども、このぐらい。後ろについても、腹部だけで動かすとこんな感じですかね。そんなにものすごく動くわけではありません。ただまあ、ここの3分割されたのと同時に、この腰の部分にも1個ボールジョイントがありますので、そこも使って動かせば、まあまあ上も反れますし、前についても、まあ、かがめるんじゃないですかね。ここに隙間が空いてしまっても、中の部分に直接ジョイントが見えるわけじゃなくて、ちゃんと目隠し的に、このモールドがちゃんと施されていたり、前側もそうですね。ここの中の方とかも、ちゃんと普段は見えないんですけども、ちゃんとモールドが施されています。こういった細かいところの配慮も素晴らしいと思います。そして太もも。まあこれウルトラマンに比べると若干動きはそれほど良くなかったですね。まあ前後に大きく動くのもそうですし、後ろにも大きく動きます。ただこれ軸のロールが非常にしにくかったですね。今回のこのキットの場合。一応この中側にあるこの黒いインナーみたいなもの。ここの中にちょうどこのラインぐらいのところに可動があって、この部分で太ももが外に向けれますが、この状態で本来の根元のボールジョイントを外向けようと思ってもあんまり動かないです。このインナー的なところの中に可動を使って、まあ、この動きですね。この動きを使って外向ける感じで、実は横方向っていうのは結構上がりません。このぐらいが限界っぽいですね。パーツの干渉もありますので。だから先ほども言いました通り、セブンの場合、そんなにダイナミックなポーズが前提ではないので、まあ、むしろそっちの方が動かない方のがいいような気も個人的にはしました。で、膝。で、膝ですが、ウルトラマンは二重関節でしたが、セブンの方は関節1個です。のせいもありまして、曲がってこのぐらい。でもまあ90度以上曲がってますので、先ほどもご覧いただいたみたいに片膝ついたポーズもバッチリ決まります。まあ、この辺については1個の関節でも十分かなと。変に二重関節とか無理やり搭載して、全体的なバランスが崩れるよりはこの方がいいかなという風です。で、足首。足首の構造はウルトラマンとほぼ同じですね。前側の部分が展開できるようになりましたので、前とか、後ろとかにも十分動きます。余談ですけど、足の裏もちゃんとこのように、レリーフが施されております。全体的な可動だけに関して言いますと、ウルトラマンほどそれほど良好というわけではないんですけれども、ただ、セブンのそのスタイルですね。この色味というか、この太ももの横のこのシルバーの、この鎧のようになっている部分、まあ腕もそうなんですけども、この部分とかがきちんと再現されている。で、まあ、それもあってか、その部分が干渉はどうしてもしてしまいますけれども、ネットフリックスで配信されたアニメしか私は見てないんですけども、その人間からしてみれば、可動については全然これで申し分ないです。まあ、ウエストに関しては反ったりっていうのもあるんですけど、やっぱこのねじるのことが加わることができたので、やはり刀を持って、その切りかかるポーズとか、上半身をねじったポーズが再現できるようになったっていうのは非常に大きいんじゃないでしょうか。まあ、前のキット持ってないので比較はできないんですけれども、セブンに関しても、今回のこのアクションバージョンで非常に良好なスタイルと、そして本来のその活躍シーンとかを再現しやすい、そういうようなキットになったんじゃないでしょうか。で、やはり前回のウルトラマンもそうですけども、何も持ってないこの素立ちの状態、これがバッチリ決まるっていうのがいいですよね。このシルエット最高じゃないですか。ウルトラマンスーツバージョン 7.5 アクションはこんな感じでした。というわけで今回はバンダイさんから発売されておりますフィギュアライズスタンダードウルトラマンスーツバージョン 7.5 アクションご紹介させていただきました。まあ、同日付発売のウルトラマンと比べると、まあ、膝が二重関節ではないとか、まあ、若干可動については劣っているというか、まあ、見劣りする部分は、まあ、正直ありましたけれども、まあ、そもそもセブンのスーツって肩とか太もものところに鎧のようなパーツがあって、どちらかというと重厚なデザインで、そういった中でもちゃんとそのポーズがきちんと決まるだけの可動は盛り込まれてたっていうのは素晴らしいキットだったと思います。特に今後ろに映っていますパッケージのイラストみたいに刀を構えて腰をねじると。このねじることができるっていうのは実はの前後可動よりも今回このキットいじくってみてて素晴らしかったなっていうふうに思います。刀持って構えるとなったらねじりっていうのは重要ですからね。そこが自然な角度でねじることができて、で、どっしり構えて、相手を睨みつけて刀を構えてるっていうポーズがバチッと決まるのは最高でした。あと地味なところですけれども、今ご覧いただいてます通り、
左手でいかにもこのスペシウムソードを持ってるかのような状態今なってますけども、この鞘は腰のジョイントで角度が固定されてるだけで、左手は添えてるだけと、自然な立ち姿が実現できる。スペシウムソードのジョイント、まあ細かいところでありますけども、ここも非常に良かったかなというふうに思っております。ネットフリックスですでにアニメを見て、セブンいいなって思われた方、原作の漫画のセブンがお好きな方、ウルトラマン持ってて並べてみたいなって思われた方、店頭やネットでお見かけの際にご購入を検討されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。